政府は熊本県の大雨に関して激甚災害に指定する方向で調整に入りました。被災地の早期復旧復興のためには被災自治体が財政面で不安を持つことなく早期に事業を実施することがこれ極めて重要だというに思っています。まずは1週間後を目途に指定救助を満たすものがあれば速やかに指定見込みの公表をしたい。激甚災害の指定により被災した自治体が行う復旧事業に対して国からの補助が増加します。政府関係者によりますと今後の大雨の状況も見極めた上で熊本県だけでなく宮崎県など含めて広域的に指定する方向で調査を進めているということです。